言葉の処方箋100本ノック、あずまやでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日の言葉の処方箋はこちらです。冷たい専門性より温かいアマチュア精神が効果的なこともある。まあ、これはね、がん哲学外来とかメディカルカフェを実践する方に向けての言葉だと思います。で、冷たい専門性っていうのは、これは、まあ、ちょっと失礼ながら、医療を指しているんだと思いますね。で、温かいアマチュア精神が、まあ、カフェを、メディカルカフェを指しているっていうふうに思ってもらったらいいかなと思います。で、専門性の話はね、時々出てくるんですけど、決して冷たい専門性がダメなわけではなくて、必要なものですね。冷たくても専門性は必要です。だけど、そうじゃないものが効果的なこともあると。だから、たとえ仮に、自分の担当の先生が冷たく感じることがあっても、素晴らしい専門性を持っていらっしゃるのであれば、それはそこに委ねるべきであって、で、その足らない部分っていうのかなを、メディカルカフェで埋めれたらいいんじゃないかな。それが医療の隙間を埋めるっていう、ことかなと、思います。で、専門性の話でいきますとね、水戸部稲造はこんなこと言ってます。専門センスよりもコモンセンスで、職業人として専門性を極めるっていうのはとても大事なことなんですけど、それ以前にコモンセンスです、一般常識ですよ、それを、知ってる、要するに広々とした人間を育てる、人格形成することが必要だというふうに水戸部稲造は言ってます。そして水戸部稲造はそういう教育をしたと、言われています。で、専門センスはもちろん専門の方しかできないんですけど、コモンセンスは誰でも磨くことができると思うので、そういう意味ではメディカルカフェは誰でもできるっていうのは持ってるかもしれないです。で、ここまで、そこまで言わない、言うと長くなるんですけど、メディカルカフェを始めるのは簡単です。で、継続することが難しいです。そんな話はまたどこかでする機会があればいいかもしれません。はい。ではちょっと後ろの猫の声がうるさいかもしれませんが、今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。